えー、JOA のオンラインセミナー、はい、今日何回目になるんでしょうか、たぶん53回目か54回目ぐらいです、えー、お久しぶりです。はい今日はここにいらっしゃる皆さん、皆さん、えー、ご存知かと思いますが、6月26日ということで、はいえー、オリエンティングの日になっております。はい えー、皆さんご存知のように1966年のこの日、東京・高尾山で、まあ、当時はトホラリーという名前でしたけれども、オリエンテルが初めて行われた日になります。はい で、このあたりの事情をですね、えー、今日講師としてお招きしている浜渕さん、えー、大学の社会学の卒論ということでまとめられました。まあ、なかなか我々にとっても非常に、ね、貴重なところですが、マイナースポーツなので、なかなかその本格的な研究って少ないと思うんですけれども、そういう貴重なところをベースにして、えー、お話をいただきたいと思います。浜渕さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 はい。じゃあ最初にですね、私の方で少しだけ導入のお話をしたいと思います。ちょっと画面共有をいたします。えっ、ー、と、よくでし,ょでしょう。はい、こちらですね。 はい、まああの、オリエンティング、黎明期を渡すということで、6月26日、によってお話をいたします。えー、実はあの今回、浜内さんにいろいろお願いをするにあたって、私自身も少し思い入れがありました。というのは、あの私事になりますけど、私も、ですね、修士論文の時に、オリエンティングそのものではないんですけれども、1964年、つまり東京オリンピック 以後の、えー、日本のスポーツの歴史っていうのは、まあ、都市計画の修士論文としての,の一部としてまとめた記憶があるんですね、えー、1960年以降の、まあ、新聞記事で、えー、私、えー、84年ぐらいが確か修士でしたので、まあ、たかだかそうすると20年ぐらいのことなんですが、まあ、その20年間の新聞記事で、まあ、もちろんあの新聞ってスポーツをたくさん扱ってますスポーツ欄にはあのいろんなプロスポーツの結果が出 ててたりりとか、まあ、実業団なり、まあ、大学スポーツの結果が載っていますしかしそれ以外のはいわゆるその3、えー、面記事と社会面でスポーツを扱っている記事ってそんなにたくさんはないわけですね。そうするとそこでスポーツがどういうふうに捉えられているかっていうのを、まあ、1964年から84年まで一覧表にまとめてみたことがあるんです。えー、そううするととやっぱりこう今とは全然違う時代 っていうのが見えてきます。まあ、これからお話があるように1964年にはま東京オリンピックがあります。そしてその後ま66年にオリエンテーリングが始めて行われと、まあ、そのあたりがどんな経緯があったのかというようなところでですね。まあ、非常に興味深いわけです。で、まあ浜津さんに細かく話していただきますが、皆さんにちょっと外観をしていただく上で、まいくつかキーになるような年代をちょっとお示ししたいと思う。 っここでおお見せしております、はいえー、今お話があった1964年、まあ、若い人はご存知ないかもしれませんが、まあ、東京オリンピックですね、えー、これがありましたで。日本は29のメダルを取ってます。まあ、あの柔道とか えー、バレーボールが東洋の魔女とか言って有名ですよね。えー、それから、えー、と体操はたくさんとってますね。えー、格闘技基本的に結構とっています、えー。一方でですね、陸上水泳っていうと、まあ、陸上はこれもあの当時のことを知る方ご存知かと思いますが、円谷幸吉が、えー、銀銅メダルでしたって。 えー、取ってますねそれから水泳は、えー、と競泳でなんかリレーで1つ取っていますが結局まあ陸上水泳って当時のオリンピックでは一番のメイン種目ですけどそこではまあ1個ずつしかメダルが取れていないわけですまあ、そういうことも一つ背景にあったと思いますし今私もこれぐらいの年になると、まあ、役所がやることってなんとなく分かってくるんですけれども、まあ、東京オリンピック で、えー、オリンピックを支えた人材を当然あの働く場が必要になってくるわけですよね、おそらくそんなこともあったんだろうと思います。えー、国民の健康体力増強対策についてというものが、これ閣議決定ですから、まあ、国を挙げて、えー、やろうっていうことが決まっています。オリリンンテリーも実はそのの流れの一つだったとということで1966年日本オリエンテリ 初のオリエンテーリング大会が開催されております。それから高か,か3年のうちに、1969年になりますが、6月 IOF 国際オリエンテーリング名に加盟するというようなことも行われております。またこれ後で詳しく出てくるかと思いますが、この69年9月7日、これは、あの、実はもう一つのオリエンテーリングの誕生日と言ってもいい日だと思います。一1を、 神奈川県ですね、田園都市線沿線の駅ですが、まあ、この駅周辺で、まあ、当時、走るオリエンテーリングとか国際方式という言われ方をしたんですが、まあ、つまり、要するに我々が今やっているような、まあ、本格的なオリエンテーリングの大会というのが初めて実施された、これが69年です。で、えーまあ、74年から75年にかけて、まあ、東西日本大会とか大会全日本大会が。 まあ始まり日この間にです、ねえー、1973年、これあの、オイルショックなんですが、ここで一応、高度経済成長期が一旦終わりになるというふうふに言われています。でそれとこうするように、実はマラソンとかロードレース大会が73年から4年にかけて以後、急激に増えていくというような背景もあります。 この辺りから一般の人々が自給的な運動にも親しみ始めたと。そしてまあ80年代になりますとマラソンブームというようなものが出てくるわけですね。そう考えるとオリエンテーリングっていうのは本当にですね、日本の一般大衆のがあの比較的競技的な、自給的なスポーツに関わる初期からかなり競技的にやっているということがわかるかなと思います。 はい、でその後はもうざっくりとまとめておきました、まあ、80年代でありますと、学生クラブも増えます、私、大学に入ったのは79年ですけれども、入った頃にはもういくつもの大学クラブが、えー、活動していました、そして、えー、その中で競技的なオリエンティングが発展したりとか、まあ、当然、地図、競技レベルも向上していきます、えー、それから海外遠征も多くの学生を中心に、80年代になると増えていく。 来ていいると思います、まあ、そのあたりが20年間約続いて2000年代になりますと国際大会の時代と言えるかなと思います2000年ワールドカップ以降ワールドゲームそれから世界選手権スキーの方の世界選手権もやってますねそれから2010年アジア選手権をやったりということである種日本がオリエンテリング 競技的なオリエンテリングの中で円熟期に入っていると。でさらに2010年代になると、さまざ、あ、まなナビゲーションスポーツが発生したり普及したりということで、ロゲイニング、あるいはフォト形式のロゲイニング、マ、ま、ウ、あ、ンテンマラソン等がスタートをするわけです。まあ、こういう歴史を大雑把に眺めてみますと、まあ、改めてですね2010年代から20年代にかけて、今を考える上で、まあ、オリエンテリングが日本どう発展 始まり発展したかということを知っておくことは非常に有意義なことではないかなと思いますのでここからじっくり浜田さんのお話を伺っていきたいと思いますはいでは浜田さんの方でよろしいでしょうかあはいよろしくお願いします はい、えっと、そうしましたら、私の方からお話しさせていただきたいと思うんですけども、もともとちょっと自己紹介あの、抜けてたかなと思うので、あの僕は2008年にオリエンテーリング始めて、今年で15年目になります。もともと2008年なので、えーっと まだ中学生だったんですけど、中学生でオリエンテーリング始めた時に、うん、僕自身は2005年の,あの世界選手権に挑戦する皆さんの,あの姿にすごくあの、直接は見てないんですけども、情報の共有化とか、そういった媒体で、熱い戦いに向かって人生を支えていっている選手たちのこ、うん、言葉だったりとかを読んですごい憧れを持ってオリエンテーリングを始めた。うん そういった中でオリエンテーリングそれより昔にどういった歴史があったのかなぜ今こういうマイナースポーツとすごい競技的に頑張る人が両立しているような世界があるのかみたいなろに興味すごい持ってうん、うん、あの大学時代に、えー、としっかりと、えー、卒論という機会が与えられたので、うん、あの掘り下げてみようっていう風なところであのやった研究を今日 ばかりですが、ご紹介させていただきたいなというふうに思っています。ちょっと、はい、前段も長くなっちゃうんですけど、えー、やっぱりそのまず最初にあの調べてみての感想から言うと、うん、すごくやっぱりあの歴史を調べさせていただいて、すごい歴史っていう深さを感じたっていうのが、自分の、うん、あの、うんえー、気持ちと部分での感想です。あの joa 事務局で。うん あの過去の資料とかを漁っていく中で、うん、あの全然考えてなかった人たちが関わってでその人たちのすごい努力とまあ熱量によってあのオリエンテーリングが徐々に発展していって、うん、あのすごい葛藤もありながらも今の歴史がなかったっていう風うなところに。 あの正直僕自身は一人あの研究をしてたんですけども、すごいあの自分の後ろにすごい先人たちがい、うん、てくださって今があるっていうようなこともありましたし、その人たちの,あのなんか熱い思いっていうのにグッとくるタイミングがすごいあったっていうのが、ね、楽しい卒論でよかったですね。<laughs> めちゃめちゃ楽しかったですね。<laughs> はい、感動しっぱなしでやっっ。ああ、なるほど。 なの,ではい、なのでそこの、まあ、ちょっと人物模様とかを今日お話しさせていただいて、うん、あの少しでもその,ん、うん、あの先輩方の,あの思いとかっていうのを今回あのオリエンティエリングの日本での担任なところなので。うんうんうん あの皆さんとの時はできたらなというふうに思っています、うん、はいよろしくお願いします私も時々質問があればしたいと思いますが、はい、まあ後半ですねあの参加の皆さんも含めて、えー、少し議論とかまあ、深められたらなと思っています、まあ、今話にあるような葛藤ですね先人たちの葛藤っていうのはひょっとすると我々も今引き継いでいるものがあるかなと思いますがそんな話も楽しみにしていきたいと思いますじゃあよろしくお願いしますはいお願いします すいませんはい、共有されました。これって今映っ,、はい、ってますね。はい、あのスライドショー画面になっていると思います。はいえー、っとはい、そしたらお、まあ、話しさせていただきたいと思います。あの1966年6月 26, 26日に、徒歩、えー、ラリーという形で、えー、57年,7年前の今日ですね、日本で最初のレンテリングが開催されたと。 いうなな形ですす右があの実際のの様子、えー、読る新聞の記事になりますでここから、えー、とオリエンテーリングの歴史が始まるんですけども、ここに至るまでっていうふうなところが、すごくオリエンテーリングの歴史を語る上では重要かなというふうに思っているので、うん、えと背景の、全然オリエンテーリングにちょっと離れた話になってしまうんで、すけど、はいはい、ここからお話をさせていただきたいと思います。うんはいあ うん、えはい、1枚めくったんですけど、うん、あのオリエンテーリングの、えー、っと歴史を話す上であで、すごい欠かせない人物が1人いまして、うんうん、その人が大島健吉さんという風な方です。この人、オリエンティアじゃないです、まず言っておくと。うんうん、ただあの、日本のオリエンテーリング普及を作ったのは、えー、この大島健吉さんであるという風に僕は思っています。うん 大島さんの、えー、っと紹介をまずさせていただくと、うんうん、大島さんは三大飛びのオリンピック選手で、うんえー、1932年の、えー、オリンピックにも出て銅メダルを取るだとか、うんうん、34年には世界記録を樹立するというふうなうん、うん、アスリートだったというふうな一面もあります。 でただ、この人自身は、まあの競技者としてもすごい有名ではあるんですけども、ますスポーツの、まあ、思想的な、うん、あの論客でもあったというふうなところで、うんあの、そういったところでも研究としては有名な人物かなというふうなところです。でああの、まあそのままそ競技終わった後、ま、ず大島さんはあの 毎日新聞社の記者としてあの活躍しながら日本のスポーツ界に抱え続けるというふうなところで、ちょっと武勇伝としては、あの第二次世界大戦時は、うん、すみません、ちょっと文字いっぱいで、うん、申し訳ないんですけど、ドイツ戦線の方ですね。戦、うん、線ですね。はい はい、であの軍の高官になりすましてヒトラーとあの、対空政策について議論したというような武装でもあったりだとか、うんあの、このオリンピック出た時も、全身にやけどを負いながら、あの選手村でやけどを負ってしまうみたいなこともありながら、うん、あのメダルを取るような、まあ、なかなか結物であったかなというふうに思います。でこの人自身はあの、えー、っとそうですね、えー 2年前か、3年前か、いら、うん、あの NHK のありましたね東京オリンピック物語だかっていうやつですね。はい、そうですねあったかと思うんですけど、うん、その時の主人公の,あの田畑さんと、思想的にはライバルっていうふうには言われる側面も あのこの人自身はすごくそのエリートスポーツだけではなくて、うんうん、大衆にスポーツを、えー、広げたいというふうなあの気持ちを持っていた方になります、うん、で大島さんはあの第2次世界大戦を経験した後にスポーツ界に対して、えー、と下のように話しているんですけれども従来の日本スポーツは結構学生選手のエリート化されたものだったと。 でこれからスポーツあの日本を復興させるにあたってスポーツ界としてもスポーツは国民大衆と共にありだったりとかスポーツは大衆に際を持って育成しようというふうなあのことを言っていました。でたあの対照的に結構そのスポーツ界は結構あのオリンピックのエリート選手を育てるっていうふうなことに主眼を置いていて、まあ、田タさんもそういった考えを持ってえいたんですけどもそうではなくて大島健吉というふうな 人はあの多く大衆に土台を持った上でえで、ー、頂点の方も育成したいというふうなことを考えていた方でした。 でそういったところでスポーツは単純に、えー競,うえー、と競技を競うというふうなところではなくて、まあ、生きていく上で、えー、性,性を実感していくというちょっと難しいあのことにはなってくるんですけど性を、えーえー、実践していく運動であるというふうなことを、えー、言っているような人になっています。でまあ、あのただ単純になんか 大衆スポーツをあの広めようというふうなことをやっていたということではなくて、あのこの人自身は1964年の,あの東京オリンピックの時に、えー、日本選手団の団長を務めています、えー、東京オリンピック選手協会本部の本部長というふうな、えー、役割で、えー、と実際に、えー、トップ選手の育成にも、えー、携わった人物になっています。 でこの、えー、人は、えー、そのどドイツの、えー、っとスポーツ界とすごく交流があって、えー、そういった意味で海外の科学的トレーニングというふうなことを持ち込んできてなんか一説によればインターバルトレーニングもこの人が持ってきたというふうな方なんですけどもそういった科学的トレーニングを導入しながら、えー、スポーツの発展に、えー、1964年の、えー、東京オリンピック時点では関わってきていたというふうなところです。 で教科本部長として、えー、国会に招致されたときに、あのこう 金メダルの獲得数を過去最高の15個というふうな宣言をしたというふうな、えー、実話が残っています。で、実際に蓋を開けてみると16個の金メダルを取るというふうなことを実現した人物になっています。前回、この東京大会の前は金メダル2個しか取れてなかったんですけども、まあ、大きな飛躍というふうなことを宣言して、実際に実現したというふうな人物になっています。 この国会での,答弁,のと答弁がすごくポイントで、うんえー、金メダル15個を宣言すると同時に、うん、そこから間髪入れずに、うんえー、オリンピック後の大衆スポーツの普及に向けて、うんえー、国の協力の約束を取り付けるというふうなことをします。15個取ったら、今後た、自分が求めている、うんたまあ、ずっと理想として持っている大衆スポーツを今後は普及させたいというふうなことを、えー、言って、 それに対して、えーまあ、交換条件ではないですけれども、あの予算だったりとか、今後のこう協力もお願いしますというふうなことを言ってのけるというふうなことをしました。で、実際に16個取ったことによって、大島のやったことが実現していくというふうなことが、オリエンテーリングの発展にも関わってくるというふうなことです。 大島がえー、と東京オリンピック後に、えー、残している言葉があるんですけれども、うんえー、明日に向かっての命題というふうなところで、うんえー、東京大会はほんのステップストーンに過ぎなかった。うん、私たちは大会が終わった単に、目の前に2本の柱、うん、すなわち競技力の向上と、えー、国民スポーツの振興というのが、うんえー、両方あるというふうなことを発見したというふうなことを言って、ここで終わるのでは東京 オリンピックで終わるのではなくて、うん、ここから始まりだというふうなことを宣言していきますで大島が、えー、行ったことによって国から予算がついて、えー、生まれたのが国民体力作り、えー、国民会議というふうなあの組織になるんですがまあ、そこの組織化が行われてその組織を中心にオリエンテリングというものが えー、補給されていくという風な流れになっていきます。うん、ちょっと具体的なことはまたどれなんですが、はい、で、そういったことによって、えー、っと、あ、そうですね。こ、体力作り国民会議と、うん、えっと国民、体力作り事業協議会というものが、うんえー、設立されます。で、さっきちょっと、あの、村越さんからもお話があったと思うんですけども、まあ、これ、まあ。 大島の理想を実現するというふうな組織でありつつ、大島と一緒にオリンピックで強化を担った人たちがこちらの団体に移ってきて、スポーツの振興をしていったというふうなこともあります。そういった中で、大島のもとで働いていた人物の1人が、困難な秋だと。 えー、さんという,ふうな方ですこの人が、まあ、オリエンテーリングの、えー、導入を、えー、旗振りをして、うんまあ、オリエンテーリングの父というふうに言っても、日本のオリエンテーリングの父と言ってもいいのかなと思うんですけれども、紺、うんえー、野明がオリエンテーリングを中心に、オリエンテイリン、えー、えー、リ,ンテイリングを日本に持ってくる中心事務というふうになっていきます。でちょっと今野さんを、えー、今回は、まあ、主人公にしながらお話をできればなと思っています。右側の方ですね。うん えー、そうですねでこ、近野さん自身なんですけども、もともと山と渓谷の編集者だったらしく、そうなんですかそうみたいですね、はい、でその中で、えーえーっと、東京オリンピック、うんあと、1964年の東京オリンピックの時は、あの選手強化本部の機関紙のオリンピアを、うん、編集していたと。 でそのオリンピアを編集しているときに、オリエンテーリングと出会ったというふうに述べています。うん、でその時の印象、オリエンテーリングに対する印象なんですけども、うん、まあ自然の中で子供の大人もエリートも、機能ルールを覚えたばかりのものを自分の能力、意味のカテゴリーで楽しむことができて、うん、年齢というカテゴリーの中で楽しむことができるスポーツは当時の日本に他にはないというふうな話をしていて。あの 当時、時代背景として、やっぱりスポーツがまだ全然、うんえっと、身近じゃなかったというふうに、そらく僕は自身は生きてないんですけど、想像してい体育施設なんかも限定されてましたよね、当時はまだ。そうですね、うん、全然その、えー、公共的な施設、街、うん、の,の体育館とか、そういったものをまだ整備されるような。うんうん 前の時期で、まあ、そもそもスポーツする土台が、うん、あの今のようにすごい整備されてない時代だとうう思っていただければいいと思うんですけれども、そういった中で、じゃあどういうふうに、えー、とスポーツを、えー、と国民が楽しめるかという,うなことを、うんえー、考えていった中で、オリエンテーリングというふうなスポーツは、なんか聞いた話によれば、大人も子どもできるらしい、しかも自然の中でできるらしい、うん、道具もあんまり施設も必要ないっていうことですもんね。<laughs> はい、そういったところですごく注目されたっていうふうなことだちなみに、近野さんがオリエンティングを知った年,年数というのか、何年かっていうのは分かっているんですかえっと何年かまではちょっとか、うん、僕の調べた範囲では分かってないですね、うんうん、このオリンピアの編集時っていうふうなことなので、うんうん、1964年よりは前に。前っていいうことななんですね <laughs> なるほどはい でそうした今野さんなんですけども、今野さんと、えー、読売新聞が、えー、中心になって、えー、行われたのが、この読売とホラーリーというふうなものになっています。冒頭お話しした、うん、あの1966年の今日、えー、東京と高尾で開催された、うんえー、大会になっていて、もう地図が出ているんですけども。うんあのこ 実際の地図ではちょっとないんですけど、高尾でえっと行われたものになっています。結構長い距離を。十、ね、<の>数キロでしょうか。十数キロくらいですね、はい。これは見取り図ですよね、実際には地形図が使われた。うん、実際には地形図が使われた、うん、国土地理の地図が使われたようです。うん ちょっとその地図はあの、うん、もう歴史の中から始まってしまったなるほど、まあ、それは残念。はい、で、実際に国土地理の地図を使って、3から12のグループで行われたというのが、この大会になっています。 読売新聞、えー、が、えー、とあ読売新聞社と,、えー、とさっき、今野さんが、えー、一緒に行ったというふうなことなんですが読売新聞側としては、えー、と結構文化,て文化活動的なあの部署の戸田さんというふうな方が興味を持ってオリエンテリングというふうなスポーツを始めていったというふうな流れになっています。でえー でちょっと話が <laughs> あの進んでしまうんですけども、このトホライが、うん、読売新聞の事業として、第15回まで開催されるというふうなことがあります。東京オリンピックとかも受けて、国民が、うんまあ、スポーツに対して興味を持ち始めていたという,ふうなこともあり、小さいながらも、まあ、大体100人から300人くらいの規模なんですけども、継続的に実施されていたというふうなこところ、うんうん でその、えー、請求を受けて、今、えー、野さん自身はあの単身党をするというふうな、うんえー、構造に出まして、これがなかなか今野さん、すごいなというようなところで、あのあいうふうに電撃加盟してきたというと <laughs> 当時、まだ日本にはあの、うん、オリエンテーリングを統括する組織っていうふうなものはない中で、うんうん、全く組織がないのに国際連盟に加盟してきて。 発展途上国によくありがちなあの話ですよね。<laughs> 今でも時ド々キドキ似たような話はあります。<laughs> はい、でそのやはり IOF に加盟したというのがお墨付きか、うん、一気に社会で認知を拡大させるという,ふうなことにつながっていきます。うん、IOF に加盟したという,ふうなこと自体が新聞に取り上げられたりだとか。 あとそれに興味を持ってメディアがうん、うん、テレビ局だったり雑誌とかが読集をし始めるとうん、うん、オリエンテーリングって何なんだ、まあ、このオリエンテーリングって何なんだっていうふうなことで、えー、すごく、えー、取り上げられるというふうなことになります。うん で認知が上がればあの、イベントの参加者も増えますし、イベントの参加者が増えれば、やる、うんえー、ところ、主、えー、体も増えるという,ふうなことで、えー、読売新聞だけでやられていた徒歩ラリーというふうな形が、徒歩オリエンテーリングというふうな形で、新聞社、ほ、えー、の新聞社だった朝日、えー、他の新聞社だったりだとか、あとは、えー、鉄道会社というふうなところも。 運営の主体に加わってきますあの鉄道会社の思惑としては、まあ、今でいうあの、うん、ハイキングですね、うん、あの沿線に、えー、とオリエンテーリングのコースが、えー、開設されたというふうな一つイベントをすると人が集まるので、うんえー、鉄道の利用客が増えるというふうなことで、うんえー、積極的にオリエンテーリングのイベントを誘致していくというふうな、うんえー、ことになっていきます。 で結構、その国,、うん、国の下についている国民体,体育作り事業協議会というふうなところと、うん、え企業というふうなところが一,一緒になって結びつきながらオリエンテーニングというものが普及されていきます。で特に、えー、と国の方でもあのそういった動きを見て、うんあのー、総理府が予算までつけるようなことになってきます。 でここの背景も、えーあ、ちょっと右のところだとよくわかるかなと思うんですけど、うん、組織としては総理府があって、うん、その下に、えー、国民健康体力作り運動協議会というふうな、えー、組織があり、そこに対して総理府からお金が入ってくるというふうなことになっています。うん、でその、えー、国民健康体力作り運動協議会というふうな中央組織の他にも、うんえー、各都道府県に体力作りを。えー になっていくだ、えー、組織が、えー、発足していくというふうな、えー、ところになります、うん、で、それが、まあ、のオリエンテインだけじゃなくて、例えば歩け、うん、歩け、歩け運動みたいな、うん、そのまずはあのその当時走ることすら一般的で歩かせるというふうな。うん あのことをさせるというふうなイベントだったり、そういったことを担うことをまとめて、体力作りの事業として行われていくというふうな形になっていきます。えーえー、っとそうですねそういった中で、47都道府県にオリエンテーリングの地方組織も生まれるというふうになっていきます。でここののオリリエンテーリンテグのまあ予算なんで えー、中央組織と、まあ、の都道府県の、えー、組織というふうなことが、えー、整備されていく中でオリエン、えーと、予算もついていきました。であのまあ、もうオリエンテイリングが最初導入された1966年から、もう5年後には、えー、7000万というふうなお金が入ってくるというふうなことも起こっています <laughs> いや。これって声聞こえてますはい、大丈夫ですよ。はい、はいいでです,です、はい、でえっ、ー、と そうでですねでここでこでれだけお金がついた背景の話もちょっとすると、うんえー、このお,お金なんですけれども、総理府から来ているというふうなものになっています。でその当時、えーと、総理府のこの青少年局というふうなところが、国民体力作りの、えーまあ、管轄の。えー ところになっているんですけれども、この、えー、総理府のも、えー、ともとの羊が、えー、戦後、国土が荒廃した後に、うん、若者たちがあの、ま、戦争というふうな大きな目標を失った後に、えー、どう、えーとま、若,若きエネルギーを発揮させていくかみたいなことを、うん、すごく、ま、政治課題として持っていたそうです。うんうん その時に、まああの、総理府の青年局は、うんまあ、例えばユースホステル運動だったりだとか、うんうん、そういったことに、えーっとかえー、普及にも関わっていったような、えー、ところになっていて、いかに、えー、っと若者たちのエネルギーを、えー、発散、まあ、いい意味いい方向で発散させていくかという,ようなことに考えていた中で、あの自然と、えー えー、自然の中で、えー、と旅をさしてもらうだったりだとかそういったことに関してすごくあの、まあ、研究を進めていたというようなりますそういった中であのオリエンテーリングというふうなスポーツがあの若,者に若者も若者もえーお 体を使って、しかも自然の中でできる。で、あの若者だけではなくて、えーと、いろんな人の健康だったり、体力の増強にもつながっていくというふうなことが、えーまああ、国の事業としても目的とかなっているというふうなところでお金がついていったというふうに聞いています。で、そういったことを受け、えーまあ、あの当時の1億だったら相当な金額なので、 そういったお金がついた、今、まあ、野さんらは、えっとまあ、普及の方法として、まあ、一番大き,な大きくやったこととしては、いろいろあるんですけども、あの全国各地にパーナメントコースを整備していくという,ふうなことをしていきます。森の時々登山すると、あのパーナメントコース、すごい。 あの金属製のポールが立っていてあの、なんでこんなところにあるんだろうっていうふうに思われる方もいるかなというふうに思うんですけど、それが、まあ、整備されたのがこの時期、えー、全国各地に地方の、えー、オリエンテーリングのじ、えー、事業者である、まああのまあ、ほぼく、えー、と自治体が、えー、設置していって、公共事情として設置していって、うんうん、整備されていくというふうなことが起こります。 でそのパーナメントコースを整備すると同時に、えー、パーナメントコース開設、えー、大会というふうなことで、うん、オリエンテイン大会を開いて、うん、参加者を集めていくというふうなことが進んでいきます。でまあ、ちょっとだけ、えー、実際に、えー、と開催していたあの担当者たちの声を引用すると、例えば福岡県の担当者は、うんえー、去年度に大会を9回も開いたと。 で平均300人の人が集まったと。で終わった後は、必ず今度はいつかというふうな手紙だったり、電話が殺到するというふうな声だったりだとか、うん、広島県では、本県での OL 人気みたいはもうすごいの一言だとで。パーナメントコースから漏れた市町村の担当者が地元にはどう申し掛けしたらいいんだと泣きつかれるような状態というふうなことだったりだとか、兵庫県でもとにかく爆発的な人気で嬉しい悲鳴だと。 で昭和46年度に内には県民5万人がオイルを楽しんだと推計しているというふうなことでもともとこっちの、えー、記事でも、えー、分かるとおり、まあ、あの新聞記事に取り上げられてすごく人が盛り上がっているというのもそうですしもう自治体レベルでもイベントが行われて これが事、えー、業として、えー、とすごく盛り上がっていたというふうなことが、えー、見て取れるかなというふうに思います。うんまあ、いわば、えーと、一大ブームになっていた時期が、うん、この1970年代の前半というふうな、うんえー、ところになっています。大体いいこの頃の主催というのは自治体が多いんですかねここ、はい、そうですね、自治体とあとは、うん、鉄道、会社、うん。 とまあ、あと新聞社もやってはいました。まあ、そこが大きな、まあ、あの3つの主体ですかねでこれらのまあ大会なんですけど、大会というかイベントなんですけども、基本的には徒歩でグループでやるオリエンテーリングが、えー、普及されていて、そういった横に初めて。 でコンパスに触れる地図に触れるというふうな人々がオリエンテーリングに出会って、えーまあ、メディアでも取り上げられて話題になることによってどんどん人が参加していくというふうな状況が現れていましたでここまでその徒歩,の、えー、徒歩で生まれたオリエン日本独自のオリエンテーリングの話をさせていただいたんですけども、えー、少し時代が戻るんですが それ、えー、走るオリエンテーリングというふうなことの導入の歴史もお話しさせていただきたいと思いますで。先ほども村越さんからお話がありましたが、えー、1969年の9月に、えー、市川の周辺でオリエンテーリング、走るオリエンテーリング形式のイベントが、えー、開催されましたで。それが右の地図のところになるんですけれども、えー、もう実際に参加、 二重丸でスタートゴールというふうに示されてあの、コントロールが順番に置かれてコースというふうになっているものです。であの実際に、えー、コントロール一説明も、えー、あるというふうなもので、まあ、あの本格的なあの、国際的なオリエンテイング形式が行われたというふうなものになっています。<laughs> しかも、当時の地図です当時の地図貴重ですね。 でえっと、これ、幸いなことに、あのシルバーの創業者あの、シルバコンパスの創業者の息子のトット・チェルストルムさんが、はい、東大に留学していて、うん、その、えー、トット・チェルストルムさんの監修によって実施されたために、うんまあ、いわばそのスウェーデンだったり北欧で、えー、行われていたオリエンテーリング形式が、えー、日本にも持ち込まれた、うんえー、のがこのタイミングでした。 でこの大会は個人で走る方式のオリエンテーリングが初めて開催されたというふうなものになっています。でこういったあの国際方式のオリエンテーリングあ、当時は国際方式ってまず呼ばれていたんですけども、うんえー、徒歩ではない形のオリエンテーリングが、えー、普及も進んでいく中で、えー この、えー、走るオリエンテーリングに関しては、えーっとそ、この走るオリエンテーリング形式をすごく熱中して行っていく愛好者によって、ある意味、えー、熱心に普及だ、発展が推し進められていくことになります。もともとの流れとしては、えーっとこれ、先ほどあった国際方式のオリエンテーリングが、えーっとまあ、できる人は、まあ 上の話でも北欧の,の人がいたからできたことであってそれまでは、まあ、あの徒歩のオリエンテイン形式は主だったんですがあの海外への、えー、と選手の派遣だオリンゲンへの選手の派遣だったりだとかそこで持ち帰ってきた情報を、えー、先ほどの徒歩の、えー、オリエンテインを普及していた、えー、日本オリエンテイリング委員会のところで指導者を、えー 育成していく講習会が行われる中で、えー、オリエンテーリングの方法として、えー、国際的な方法として伝えていくというふうなこともありつつオリエンテーリングの走るオリエンテーリングの大会に出会った参加者が自らその方法を 実践していきたい自分たちでオリエンテーリングのイベントを開きたいであったり地図その後でこ使われている海外のような地図を作りたいというふうな熱量を持って進めていくというふうなことが起こりました、うん、で例えばなんですけどもあのその当時あの、えー、時代をまあリードしていた方の一人なんですけども、えー や柳下さんといいいううふうな方がいらっしゃいますあの実際にあのおうちに、えー、訪問させていただいたんですが、まあ、お当時その訪問させていただいた時90歳の方にはなるんですけどもも<ー>、えー、ともと、えー、学校の先生を務めていて、ねはい、オリエンテーリングに出会って、えー、この上の地図も、うん、柳下さんから提供いただいたいんですけど この国際方式のオリエンテーリングに出会ったことによってオリエンテーリングに目覚めていきます。で、柳下さんのすごいところは、あの全然当時日本にオリエンテーリングの情報って全くない、あ,のあったとしても、あのちょっと海外に行って一つ手で聞いてきた話みたいなことになるんですが、まあ、そういった知識に飽き足らず、柳下さん自身はあの海外から文献を取り寄せて、<laughs> これまで、 英語で文献なんて読んだことなかったのに、<laughs> はい、自分で一つ一つ訳をして、ねえー、オリエンティンの技術を学んでいき、まあ、っていうふうなことをしていって、まあ、で、実際にその自分たちで、まあたでね、あ、そうですね、<laughs> 本とかも全然なかったっておっしゃってました。で、その中で学んだことを、えー 自分の中でとどめるだけではなくて、東京オリエンテインクラブだったりだとかもあの、多摩オリエンテインクラブというふうな、えー、クラブを作っていて、そこで、えー、と実践していきつつ、そこで学んだ知識を え本にして、えー、冊子にして、えー、とオリエンテーリングの仲間たちに配っていくというふうなことをしていって、えー、そういった、まあ、の市民レベルで、えー、と自分たちの学びが進んでいって、それをえ共有していくことによって、えー、互いに競技のレベルというふうなことを高めていくというのが行われていきます。ね、え余罪になっちゃうんですけど、めちゃめちゃ豆な方で、ああでオリエンテーリング。 日誌を全部の大会を <laughs>、まあ、あのつけてって、まあ、当時アナリスって言葉は多分ないと思うんですよです、ねはい、自分でアナリスをつけるっていうふうなのが当たり前になる前から自分のレースの反省をしていかにやればどのようにすればオリエンテーリングがこの劣化がうまくできたかっていうふうなことを分析していくっていうふうなことが起こっていきます。それまでは 単純に1回やってレクリエーションとしてはあ、楽しかったね。みたいな感じで終わってたのところから、こういう風うにいかにどうすれば上手くなれるだろうか。どうやったらより上達できるだろうか。か っていうふうなことを考える愛好家っていうふうなこと人たちが生まれてきて、それらの,それらの人によって、オリエンテーリングが、えー、また大きくあの前に進んでいくというふうな、えー、ことが起こっていきます、はい、そうですね、柳下さんの周りのこういろんな蓄積っていうのはものすごく大きかったなと、僕らはあの僕は間接的ですけど、僕のちょっと上の世代は直接、薫陶を受けてたりするんですよね。うん <laughs> ですね。やっぱオリエンテーリング研究っていうのがすごく。うん、あの画期的だったっていうのが、うん、あの小笠原さんえーえー、モスコンおじさんとして皆さん持ってるかもしれないですけど、あのはい小笠原さんがまあおっしゃってました。ねえー、私もオリエンテイリング研究全館持ってます。<laughs> <laughs> すごい <laughs> いいのめ,め羨ましいです。<laughs> <laughs> はいまあ、当時、まだね私、中学高校生だったんで、そこそこ、ね、500円とかって結構な値段だったと思いますけどあ、それでもやっぱり欲しくなるような本でしたね。はい <laughs> まあ、例えばなんですが、市民レベルの競技の発展ですごく分かりやすい例としては、うん、地図の発展があるかなと思います。もうこれれは村越さんがかつてまとめられたあの 研究のとところをちょっとパクらせてていいただいてるんですけども1973年の時点で行われた大会の地図が、えーまあ、ほぼ、えー、国土地理院の地図ベースでちょっと道が黒い線が加えられているというふうなものからもう毎年のように地図が生まれていて、えー、全日本大会ではもう少し 投稿線を変えるっていうふうな概念がもともとなかった、えー、ところから投稿線を自分たちで調査して変えていくだったりだとか。えー この下の2つに関しては、今のもうオリエンテーリングマップに近い形で、走行可能度を入れていく、つまりその道から外れてオリエンテーリングをするという風な概念が生まれて、そこのオリエンテーリングをするための地図という風なことを調査をしていくという風なことだったりだとか走行可能度以外、走行可能度以外に細かい地形の調査も行われて、そこにコントロールを置いて、より 聖地のナビゲーションというようなことを求めるような課題ができるような地図が、えー、整備されていくというふうなことが起こっていきます。で、これがもう4年間の間にどんとどん起こって、ね、しかもこれらの担い手は、はい、えと先ほど話していたオリエンテ国際方式のオリエンテーリングの愛好者たちがもう自分たちの手で地図を作っていったということが、すごくこの時代の熱量を感じるところであるかなというふうに思っています。<laughs> でそんなところを受けて、あのえー、オリエンテーリングの,その個人でやる、えー、競技との形でのオリエンテーリングが、うんえー、盛り上がっているタイミングで、うんえー、杉山隆さんというふうな。今日も聞いてらっしゃいますね。えー、はい、<laughs> ちょっとすごく恥ずかしいというか、あのすごい恐れ多すぎて、あ,のあれなんですけども、えーとまあ、ちょっとお話しさせていただくと、あの杉山さんが、まあえー 以前 JOA の講習でも、えー、お話を伺いましたが、1976年にソード留学中に世界選手権に、えー、と日本人として初出場を果たしたという,ふうなこと、えー、が起こっていますで。その後、日本に帰国した杉山さんが本場のオリエンテーリングの研究を伝えるという,ふうなことが、えー、起こります。あの当時 まあさっきもお話ししたんですけど、全然日本にオリエンテーリング、情報がない中で、世界で、世界選手権で、その世界レベルで戦って、結果を残した杉山さんがあの切ったというようなことはあの、自分自身は直接体験してないですけども、その、えー、っとき、まあの,時の、えー、ことを話している人たちの、えー、記事とかを読むと、相当の衝撃だったかなというふうに感じています。 でそこで、えっと、杉山さんが話した、えー、こととして、えー、ちょっと引用させていただくと世界選手権大会に出場してというふうなことを、えー、日本の、えー、オリエンテーリング、えー、名ーの方に、えー、書かれているんですが、まあ、競技が終わった後その日の場はもちろんパーティーである。えー、外国の選手たちはすでにに知り合いになってい で、えー、他国のオリエンティアと地図をった手にいろいろ議論している。なんとも忘れがたい雰囲気だったと。で、これ、それらの選手たちを見比べても、一体誰がチャンピオンになったのか、誰が満足いかにレースをしたのかわからない。まるで世界がせか、まるで誰が世界中で一番速いかなということには関心がないようだと。で、そういったところで、ここでルートはどんなルートを取ったのとか、ここでこんなミスをしたとか、この周辺の地図、地形は今までのない不思議なものだったとか。 地図の美しさを褒め合うだとか、えーと、全く地図の競技のコツなどを忘れて話し合っているというふうなことをおっしゃっています。でこれに関してなんとすがすがしいことなのか、これが本当のスポーツマンの姿であると、まずにやれなかったというふうな言葉を残していらっしゃるんですが、これはもう村越さんとかがもろに受けていらっしゃるんだとは思うんですけども、ここで、えー、と世界選手権というふうなあの世界のトップが争う。 争われるでそ,そしてまた、えー、それぞれの選手同士でリスペクトして、うんえー、オリエンテーリングの、えー、オリエンティア同士たたえ合うという風な姿という風なことが、えー、紹介されるというふうなことが起こります、うん、でそこから、えー、世界への挑戦という風なことに関しても、えー、扉が開いていくという風なことが、えー、起こっていったというふうに思っています。 でそういったもう、えー、オリエンテーリングを突き,き詰めたい人にとっては、えー、海外の情報が一気に入ってきて、しかも世界選手権というふうな情報まで入ってくるというふうな時代が、えー行なえー、こ,こ,このタイミングで起こり、っいった方では、えー、とオリエンテーリング、みんなのスポーツとしてオリエンテーリングを国の、えー、常時として導入していった。えー 事業が一気にブームとして迎えているというふうな、まあ、双方に熱い時代が1970年代前半から後半の、えー、76年までにかけて行われていたというふうなところになっています。でそういった中でその2つのオリエンテーリングというふうなことを、えー、並存して普及が進んでいったというふうな、えー、ことが1970年代の時代かなというふうに思っています。でその普及 えー、途方で行っている普及と、えー、国際方式、も個人の方式で、えー行ってえー、どんどん進んでいる競技力の向上というふうなことを両輪で進めていきたいというふうなことが、えー、この段階での理念としてありました。 これは、まあ、今野さんの、えー、と思いというふうなことだと思っていて、自分もちょっと、えー、恐れ多くもあの代弁させていただくんですけども、その時に、えー、日本のオリエンテーリングの綱領、えー、というふうなことも作られていて、そのオリエンテーリングを今後どういうふうな位置づけとして進めていきたいというふうなことを、えー、話されているので。こっち ちょっと引用させていただきますで、まあ、まず最初に始まるのが健康の増進というふうなことで、えー、運動不足と積極的に戦わなければいけませんと。あ、えー、明日の海を切り開くため、スポーツや体育によって体力の向上を図ることが何よりも必要になってきたというふうなことです。でこの際、私たちは先輩たちの先輩の言葉、病人はて立てるものは歩けや、歩けるものは走れというふうなことを実行しましょうというふうな呼びかけをしています。 でそういった前段を受けて、その中での、えー、オリエンテーリングが紹介されるのが下のパートになっていて、歩く、歩く走る、体の基本運動を舞台に大自然に求めたのがオリエンテーリングです。四、ま、季、あ、を通してオゾンがいっぱいの屋さんや歩き回ることは、健康向上し、体力をつけるために、この上もなく良いスポーツですと。と特に 地図、磁石を使って道の山野に分け入るスポーツは、久しく人間が探し求めたものなのですというふうなことを、えー、言っています。そうい,うふう、えー、そういったあの人 よくまあ、ちょっと大きな言葉で言えば人間としてよく生きるためにスポーツがありそのためそれをすごく実現しているのがオリエンテーリングというふうに言っているという,ふうなことですでまたそのオリエンテーリングを進めていくというふうな中ですごく理想化されていたのがオーリンゲンというふうなオーリンゲンの このちょっとオリエンゲンに参加した方のコメントも引用させていただきたいんですけども、まあ、そのオーリ,エン,オリエンゲンに派遣されていって、うんえー、見てきた風景をオリエンテイ2年間のところに書いているんですが10歳から70歳以上の人々までしかも国際級のエリート選手も昨日始めた和解の初心者も同じゲレインで大観衆の応援のか懸命にゴールインする,ゴールインすると。 でこれこそファミリースポーツであり、みんなのスポーツであると。で社会、えー、体育という観念の上の観念上の言葉ここに現実の姿となって展開されている。である参加者に関しては、えー、感動のあまり、ぶ、え、た、ー、が熱くなって泣けてきたと私に語った。えー、参加することに意義があるといったオリ,オリンピックの地 また音声が途切れてしまって,まてしまう。ああ、大丈夫です。 尾さんまた音声が途切れているようです。いいですあどうですかあ、聞こえますかあはい,いや、聞こえます。はい、あ復活しました。はい、えっと、あ はい、今はそんなに長い時間じゃないですか。うん、あすみません。ちょっと急ぎますね。すいはい、はい。えー、っと、ちょっとえー、っと、まあ,あ、の、うん、多分ここの引用で話したところまでは。右側の方をだいぶ紹介してもらったところです、ね、はいであの。そうですねあの。改めて言うと。うん 当時の人の声としてはみんなのスポーツ社会体育のマークを引くのはオリエンテインであるということを信じて疑わないというふうな言葉で占められているとおり、オリエンテーリングはそのみんなのスポーツであり、かつ高い競技レベルの人も競っていくということができるスポーツというふうなことですごく理想化されて、このオリエンテーリングに えー、新しいスポーツの形っていうふうなことを、えー、投影して、えー、普及をされていったっていうふうなことも、えー、目に取れるかなというふうに思います。たただ、えー、そういった、えー、とリスト 2つのオリエンテーリングを両方普及できた1970年代というふうなすごいいい時代だというふうにも見て取れるんですが、ただそのオリエンテーリングのブームの裏でというふうなところで、その2つのオリエンテーリングを進めていくというふうな時代は長く続きはしなかったというふうなことをちょっとお話しさせていただきたいというふうに思います。 ちょっとここからは少し暗い話にはなってくるんですが、まあ、あのちょっと最後に重要なポイントだとはいまた共有が1回切れてしまったようですね。 ます今度でしょうか、はい、戻りましたはいありがとうございます <laughs>、えー、はいえっ、ー、とまあ社会問題化してしまうというのもございますあのゴミ、えー、の放置だったりだとか民家に不法侵入して a ものを壊すだったりだとか、えー 民家にトイレを、えー、すごい数の人が借、えー、りに来ちゃうというふうなことが起こって、えー、それが新聞の、えー、各社に報道されてしまうというふうなことも起こってきますで、そういったちょっと悪い印象がオリエンテーリングに振、えー、り出さ,されていく中で1970年代の後半からは その徒歩オリエンテイングブームを担っていた徒歩の方が人気の方に限りが出てくるというふうなことが起こってきます。でそういった中で、まあオリエンテまあ、一つ、えー、と残念な事件としてあったのは、オリエンテイン中に、えー、生徒が、えーまあ、襲われてしまうというふうな事件も起こったりだとか、そういった、まあ、社会、オリエンテーリングがブームになるからこそ、えー、一方で、えー、問題というふうなことが、えー 世の中で取りされてしそういったことで、えーえー、とあごめんなさいそういったこともありつつまた徒歩エルがその世間の一般の認識になってしまうというふうなことに対する反発も、えーとえー、と個人で走ってオリエンテョングをする方の中の間には出てくるというふうなこともあります。 ちょっと引用していることになるあの、これも杉山さんの言葉を引用させていただいてはいるんですけども、ひ、まあ、一言で言えば、オリエンテリングが、まあ、ピクニックまがいに、えー、思われてしまっているというふうな現状に対しての、えー、スポーツとしてやっている身としては、少し反感、えー、というか、えーとー まあ自分自身も感じたことありますけど、そんなもんじゃないというふうな思いというようなことも募っていくというふうなところが出てきてしまいます。でそういった中で、途方オリエンテーリング人数が少なくなって、またあのモラルの問題も取り出さされていく中で、途方ルを改革しようというふうな話が出てきていきます。あのオリエンテーリングニュースという、 すごくこれその当時のオリエンテイン情報が集まっているところで、えー、読者投稿としてオリエンテーリング、今後、トホーエルはどうしていくべきかでという,ふうな議論が活発になされていくんですけども、その中で、えー、当初はトホーエルをどういうふうにしていこうかという,ふうな話が、えー、中心だったんですけども、えー、そもそもオリエンテーリングの正当なものって何よみたいな話になっていってしまうというふうなことが起こります。 そういった中で、徒歩 OL なのか、個人のオリエンテーリングなのか、えー、どっちが正しいオリエンテーリングなのかというふうな議論が、えー、に発展していきます。そういった中で、お互い、えー、徒歩はこうだ、えー、個人はこうだというふうな、えー、ことだったりだとか、えーまあ、議論が起こっていく中で、えー、それぞれ、えーえー、と考えが、まあ、論争として、えー、起こっていく中で、まああの 最終的にはトホーエルという風な名前は消えていくことになります。これまで、えー、と普及の中心を担っていたトホーエルという風な名前は、まあ、あの国からの支援という風なことも少なくなっていく中で名前が消えていき、その役割を終えていくという風なことが1970年代の後半では起こっていきます。 でそういった中で、まあ、トホーオエルというふうな名前が消えていく,な消えていくというふうなこと、まあ、実際に大会の要項からもトホーオエルではなくトリムオーとかそういった言葉に変わっていくんですが、トホーオエルというふうな言葉が消えていくとともに、えーまあ、それまでトホーオエルで、えー、オリエンテーリングの副、えー というふうなことを行っていたというふうな、えー、イベントとかは、えー、減少していく、まあ、それは予算がつかなくなったという,ふうなこともあるんですけども、そこでーエルというふうなことはまあ役割を終えていくというふうなことになっていきますで。2つのオリエンテーリングというふうな普及をしていこうというふうには考えていたんですが、えーエルはなくなり、えー、その後のオリエンテイニングに内定は、まあ、どちらもほぼ個人のいわゆるこ、えー、と今のオリエンテーリング形式の愛好者が、 自分たちで運営をし、自分たちで走って、よりオリエンテーリング発展を進めていくというふうな時代に変わっていくというふうな流れになっていきます。ちょっとここまでが今回、オリエンテーリングの歴史として私が話したいところではありました。ちょっとまとめさせていただくと、もともとオリエンテーリングは、 読売新聞と今野さんが徒歩ラリーというふうな形で進めていきますが、国の政策だったりだとか、 企業と新聞社だったり鉄道会社というふうなことが主体に入って一大ブームというふうな形で発展していく時期があります。その中で2つのオリエンテーリング国際方式のオリエンテーリングと方法のオリエンテーリングが両方発展していくんですが最終的には正しいオリエンテーリングとは何かというふうな議論にまで発展して、徒方のオリエンテーリングが役目を終えて 国際方師、個人のオリエンテーリングの愛好者が、まあ、国,国の支援とかから外れて自分たちで自立してオリエンテーリングを、えー、発展させていくというふうな時代に移っていくというのが大きな流れになっています。で最後の最後にあの私の方からまとめとしてお話をさせていただきたいんですけれども。あの、まあ 最後、えーと、フォーカスさせていただきたいのは、あの最初の話に戻って、今野,、えーえー、野明さんがどういうふうに考えていったかという,ふうなことで示させていただきたいと思うんですけども、今、えー、野さんは、途方エルロンソ、正しいオリエンテーリングは何かみたいな話になった時に、えー、名前は出していないんですが、えー JOL、えー、日本オリエンティング委員会の言葉として、次のように述べています。でオリエンテーリングはあの、大衆スポーツが中心で、一部がエリートスポーツであると,で、えー、と。競技スポーツとエリートスポーツは同じではなくて、能力の低い人でも競技スポーツはできるし、OL はその人のために多くのクラスがあると。 いいう,うに述べていますで。また、オリエンテインが途方を得るだけではおそらくなくなっていたし、逆にそうですね、えーと、10年後、20年後には徒歩を得るはやめてしまえと言われる時があるかもしれないですけども、オリエンテインの理念だけは絶対に曲げられないという,ふうなことをおっしゃっていて。まあ その理念っていうふうなことに関してはみんなのスポーツというふうなこと、えー、エリートスポーツと大衆スポーツというふうなことを両立させていきたいというふうなことが、まあ、根本の思いとしてあったというふうなところでそこをできる限り維持していきたいというふうなことがあったんですけれどもその理想っていうふうなことに関しては、まあ、結果としてはその競技と、えー、普及というふうなことに分かれてそして、えー 方向性を分爆つというふうなえー、軽率になってしまったというふうなことがあります。で、そういった中であの？もともとあのでこれすいません。<laughs> ちょっと話がずれるかもしれないんですけど。さあ、あの河野さんにえっ、ー、とお手紙を書いてなぜえっ、ー、と。 それまでうまくいっていた途方を得るというような形をやめたのかという,ようなことを聞いたんですが、まあ、最終的にはオリエンテイン考慮のやめるものは立て立てるものは歩け,歩けるものは走れという,ようなことを歩けるなら走れる。 走るオリエンテーリングできるというふうな意見に、えー、まあ基づいて途方を得るというふうな形はやめたというふうに言っているんですが、そのもともと目指したかった普及と競技力の向上というふうなところに関しては、最終的には徒歩オリエンテーリングが限界を迎えることによって、そういったもともと目指していた 理想というようなところにはできなかったというふうな結末になってしまったかなというふうに思っています。えっ、ー、と自分自身はあのすごくこの歴史を全体をさらった時にえっ、ー、と先人たちのそのオリエンティングを復帰させていく熱量というふうなところにま感銘を受けつつ最終的にそのオリエン 途方オイルというふうなものがまあ儚くもちっていくというふうなここに関してはすごくあの儚、えー、と無念さというようなところも感じました。まあも そのオリエンテイト OL 自身の,その走ってはいけないだったりだとか、そのスポーツとしての向上心というようなことを否定していくような仕組みには限界があったというふうなことに思っているんですがあの、そこの理念としてあった普及も競技力も両方両輪で進めていきたいというふうなあの形が、あの結果的に、えーと両,方まあ、両方で進めていくというふうな形にはならなかった。 っていうのはすごく、えー、その当時は、えー、一旦ならなかったというふうなところはすごく、えー、無念さを感じたというふうな、えー、ことは思いました。で、その後の歴史はあの、えー、っとここではお話ししないんですけども、えーっとまあ、いわば、えー、世界選手権の挑戦というふうなことが、えー、進んでいった時代かなというふうに思います。では、ある意味その国頭に進んでいった時代が過ぎ、えー、今50年が改めて、えー、この50年たって、 改めてその当初オリエンテーリングが、えっ、ー、と、今、えー、野さんとかが目指していった社会の中でオリエンテーリングがどういう価値があるかというふうなことを、えー、改めて、えっ、ー、と、ごめんなさい、ちょっと言葉が難しいんですけど、えっ、ー、と、 再びその社会の中でオリエンテーリングの価値があの再発見されている時代なんじゃないかなというふうにえ自分としては感じています。そのオリエンテーリングのをいかに発展させていくかという,ふうなこと。 だけではなくてそのオリエンテーリングが発展した今だからこそこれまで知られていなかったオリエンテーリングが OMM だったりだとかあのナビゲーションというふうな文脈で再発見されていってじゃあオリエンテーリングって面白いじゃんでオリエンテーリングがどう社会に活かせるだろうかっていうふうなことが改めて今の時代考え 得、えー、られるタイミングがあの来てるんじゃないかなというふうに、えー、自分としては感じているというふうなところで細胞、えー、を示させていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。あの本当になんか名講義大学の最終講義みたいな。<laughs> すごくストーリー性のあるお話でした、えー、まあ途中ねちょっとあの音声切れたりしたところもありますけれどもはいあのー、まあ私としてもね最後の本出てきたあトホエルと競技的なオリエンティングは結局そのたもとを分かつ状況になってしまったというのは非常に残念だと思いますまあそれは今振り返るとそうなのかもしれませんけれどもまあ一方でやはり私の当時の肌感覚としてはあの理念は確かにその両方進めていくんだよっていうのが としてもあの杉山さんのコメントにあったように、やはりその普及というか、途方えルが中心で、なんかその競技的にあの伸びていくところを、まあ、日本の中央組織としてサポートできていなかったとか、それをうまく汲み取るところができていなかったかなっていうふうには思うんですね。まあ、これは批判というよりも、まあ、当時の,あの時代的な状況にすごく依存していると思うんです、まあ、その辺何かもし浜尾さんとしてご意見があれば。 はい、いありがとううございます。そうですそでね。まあ、JOLC 自体あ、えっと、日本オリエンテーリング委員会自体がその国際法的な大会に出ていくっていうふうな土台が、まあ、整ってなかったっていうのは実際に資料とかを見ていて、えー、すごいそう思う部分ではあるかなと思っています。であのー なんか自分が調べていてすごくあの思ったこととしてはそこからそうです、ね、あのオリエンテーリングが徒歩,のオリエン徒歩のオリエンテーリングが、えー、世の中一般の政党的なものであるというふうに思われてしまったとっいう,ふうなことがすごくあのその初期設定が結構難しかったなというのをに思っていてそうなってくると、うん、競技で勝ちたい人たちは、うんうん あのやっぱり上を目指すだったりだとか、あのなんでしょう、えー、とこあの自由なルートをたどるのがオリエンテーティングだっていう風な、うんえー、そこに商売勝敗の機微があ,のあるので、うん、そこがオリエンテーニング本質だっていう風に思っている中で、ハイキング的なあの決められたポイントを みんなで回る自,自分たちの意思決定で進んでいくというふうなことをすごい廃した、うん、あの形のオリエンテーリングで比べられてしまうとそこに関してはそうじゃないんだって言いたくなる気持ちはすごい分かってなんかそこが初期設定のオリエンテーリングがそれだからこそすごい国からお金は入ったただ競技として発展していく上での足かせになってしまったっていうふうなことは もうその最初のオリエンテーリング設定というような部分であのり難しかったところかなというふうに思っています。はい、で、それはやっぱしオリエンテーリング自身の理解がちょっと言い方難しいですけど、うん、足りなかったというか、うん、の実際のオリエンテーリングを見ない中で、うんえー、導入していったというようなことも、うんまあ、一つあったのかなと思いつつ、うんうん、そこが、まあ、あのその まあ、なんていうんですかね、本当、捉えながら、復帰をさせていかないと。うん、なかなか、あの、最初、そこの掛け違いというふうなことも、最終的には大きくなってしまうというふうなことが。まあ、歴史というふうな観点では、うん、あの、学べることなのかなと思いますね。そうですね。はい。まあ、これは、あの、初期に、に黎明期に、あの、まあ、仕組みを作った人に。 とととっては、まあ、ある種だだからしょうがなないいことなんだと思いますけど自分がその中で選手としてやっていないから本質的な魅力とか外から見た魅力は語れるけれどもそれを自分が取り組んだ時どこに本質的な魅力があって何が面白くて、えー、その技術の革新は何なんだっていうところが十分伝えきれないと思うんですね。 一方で、柳下さんなんかはそこに真剣に取り組んだからこそそれを伝えることができ、まあ、それが地域クラブの核になり、まあ、その人たちはやっぱり競技の面白さ,しろさんに目覚めていったっていうそういうところがあのもちろんそれは双方補っていけばよかったと思うんですけれどもそこは十分でなかったのかなっていうのが今日のお話を聞いて改めて思ったところです。うん はいまあ、もう少し時間がありますけど、せっかくなので、もしあのフロアにいらっしゃる、えー、聞いていらっしゃる方で何かあれば、まずあの手を挙げていただければ表示でわかると思いますし、チャットの方で何かこう感想等を書き込んでいただいても結構です拾っていいいきたいと思います。 もう一つ私思うのはあの、まあ、今の話ともつながるんですけれども確かに理念としては上の競技的なトップの選手も生、まあ、あかしていこうとそれから普及もしていこうっていうんだけど、まあ、それよく車の両輪って言われるんですけど両輪になるためには車軸がいるわけですよねで車軸って何かって言うとやっぱり技術だと思うんですよその技術にある面白さやっぱりスポーツって何らかのこう制約を必ず課すわけですよね例えばテニスだったらあの手でボール使った方が簡単な なんだけどラケットという道具を使って、えー、ボールをちゃんと正しく飛ばさなきゃいけないとそうするとそこに技術を磨く余地があって、えー、当然そこにあの難しいんだけど面白さも生まれる、えー、結局それがあるからこそ、うん、初心者層もトップ層も共有できるものがあるわけじゃないですかそれが車軸になると思うんです、うん、ただあの当時やっぱり80年代ぐらいまで70年代その今 今日浜部さんがお話ししてくださった2つのものがこう並立して時代ってその両者をつなぐやっぱり技術的な何かこう共通理解みたいなもなくて、えー、それがやっぱり両者が分かれてしまう1つの要因かななんてちょっと今日の話を聞きながら思いましたうんうん、うん、それはうんと共通言語としての技術が必要だっていうふうな そうですね共通言語というよりは共通体験っていうんでしょうかね。はい、例えば一緒に山に行ってあのエリートトップ選手ともものすごい速いとゆっくりしか走れないあの初心者がいたとして、うん、まあ一緒に競争したら全然それは話にならないしあの話噛み合わないわけですよだけど一緒に歩きながらじゃあここでどんなことを考えるのとかどんな地図読みするの っていうとまあ、初心者がこんなこと言うと、いや、それはこんなことを読むととか、こうやって地形見ると、ほら、まっすぐ行けるでしょうとか、うまく進めるよねっていうところから、はい、あなるほど、それは、はい、分かりませんでしたけど、面白そうですねっていう、なんかその両者が共通して、まあ、そういう意味では共通言語ですかね、語れる、共通して体験できるものがある、それってやっぱりスポーツのコア、あのスポーツ同じスポーツを愛好する人をつなぐものになる。はい まあもちろんいろんなつなぎ方があると思うんですけど、やっぱり技術ってその一つだと思うんですよね。うんうんうん、確かにそうですね。めちゃめちゃそうですね。<laughs> なんか、すごこれを考えるときに、そのすごいピラミッドみたいな話が、スポーツの普及とその発展みたいな話であって、なんか、 底辺を育成するのか、トップを育成するのかみたいな話になっちゃいますけど、うん、なんかそこに共通することは何かっていうふうなことを考えていくっていうのは、すごく重要ですね、うん。<laughs> そのスポーツが本質的に持つ技術とか、その難しさとか、当然、それは初心者から見たら、それができるあの人たちはすごいなっていう憧れになるからつながるし、トップ選手も例えば、 ま、作家だった。なんでしょうね。リフティングほらこうこうやってやるとリフティングほら何回も続くでしょ。みたいなの教えられるってことはトップ選手だったって。それは、うん、あの喜びの一つだし、うん、両者があの会話したり、うん、同じことを体験する一つの道具になると思うんですよね。うんはあ、それがなかなか。やっぱり初期は蓄積できていなかったので、うん、うまく両者がやっぱり結びつかなかったのかな？っていう感じをまあ、今振り返ればですけどね。うん。はあ 確かに。なん、そうですね。なんか、人の方にはまだ、面白いす特にないようですが。はい、お、杉山さん。発言されますか。うん、ちょっといいかな。はい、どうぞ。黒船。え。いや、あの、す、すごい面白い。あの、よく。 まままとととっっってるなと思ったけどありりがとうございますやっぱ、ね、基本が、はい、一番違うのはね、はい、要するに運動か、はい、スポーツかなんですよ、うんうんで。日本ではあくまでも運動っていうか体育なんだよね。ヨーロッパは常にスポーツなんですよ。体育の行く先には運動会とかさ。 あってスポーツの行く先には競技会があるんだよ。な<る>うんでヨーロッパでは常に最初からスポーツの競技会としてみんな体験してるわけで子供の頃から。日本だと体育要するに体作りうん、うん、それの,あの延長線上としての運動会だからさ。 あの走ったりなんかしてる人たちも運動のために走ってるわけじゃない <laughs> うん,うん、うんうん、運動のためになんかしてるわけじゃないうん、うん、そうじゃなくてスポーツという競技のためになんかするということが始まったのは、うんうん、もうつい最近でしょう日本は、うん、だってスポーツ庁ができたのはいつよ。うん確かに <laughs> ついこの前でしょなんか知らんけどそうですねまあ割と最近で,す、ね、でなんかあの常にさこう競うことはいけないみたいな風潮もあって、うんうん、そこがねやっぱり根本的に難しかったんだろうなと思うんだよねあの日本で両立していくのが難しかった理由はそこにあってあのー そんな中で、やっぱ、今野さんたちが目つけてたのは素晴らしいと思うんだけども、あの当時、ほら、毎年、オーリンゲンに派遣してたじゃない。うん、はい、そうですね。何年からやってたの ?1970 年ぐらいからやってたの ?72、うん、3年からやったの、ねはい、そうですね。はい。70、はい。で、れもだから、日本でオリエンテリングやってるっていうのは初めて知ったのは、オーリンゲンに派遣されてきた日本の方たちと、うんうんうん あのオーリンピンの会場で会っ、ね、あったんですね。お、日本ジムみたいな感じです、ね。七十三年、四年だったかな。三年、はい、年には行ってたと思います。はい。私、十十五の時にはもうあのオーリンピンから会議みたいな話聞きましたから。七十二年が最初だった。ああ、そうです。それぐらいですね。うん。はい、あれでさ、あの結構メディアの人たちも連れて行ったりして、うんうん、ねその後と週週刊誌なんかにも特集組まれていろいろされてたのにさ。 あの時に、うんうん、だから、オーリンゲンをみんな感動してたのに、なんでそれが伝わ伝えきれなかったのかっていうのがさ、<laughs> ちょっと不思議といえば不思議でうん、うんうん、早かったんじゃないですか、やっぱり。いやー、そうなのかなー。かっね、だって結構さ、教育関係者の人たちとか、結構いろんな人たちが来てたじゃん。あの地方自治体からもいろいろ来てて。はい、ああでやっぱ あの中で自分たちでも走ってみて結局競技することの楽しさっていうのがオーリンゲンの本質であってそれをまあベースは家族があって3世代の家族で1週間夏の日を森の中で過ごして競う合うト同じ場所で違うクラスだけども同じ場所で同じことをしてそれぞれに競う,うってことの 楽しさこそがスポーツの本質だっていうところなのに、だからこそスポーツフォーオールって言ってるじゃない。それが伝え,伝えきれなかったっていうのはなん,なんていうかな、一番当時お金があったにもかかわらず残念だなと。あの私もそれは残念だと思いますが、やはり72年って自分で私12なんですけど、思い浮かせてても、その 今、あの杉山さんがおっしゃられた良さが、日本の中で共有できたかっていうと、できなかったんじゃないかと僕は思いますね。ずっとずっと後ですよ、うん、それ、それがいいなって、今だったら、多分、うん、それ持ち込んだら、あいいね、やっぱりねっていう感じだったと思いますけど。うん、だからそこで、なぜそうならなかったかっていうと、うん、結局やっぱり体、体力作りのための運動として捉えてたからなんでね、そこに来てた人たちもみんな。うん 確かにね、やっぱり競う合うスポーツとしての本質がさ、やっぱり、というかま、まだ日本の中で存在してなかったんだよね。<laughs> 一般大衆がスポーツで競う合うっていうコンセプトのさ、<laughs> しねはい、ほとんどなかったんだよね、はい、やっぱり。だから、まあせ専、専門じゃないけども、クラブとかに入っている一部の競技,スポー競技者だけが楽しめるのがスポーツみたいな。うん 感じだったから、うんうん、だからなな、まあ、今と言っては今となっては何を言ってもしょうがないかもしれないけど、オーリンゲンのコンセプトは、うん、オーリンゲンの素晴らしさにうん、うん、あの時点で河野さんたちが気が付いていながら、それがやっぱちゃんと伝えきれなかったっていうのがもったいなかったな。うんなるほどね、はい,、はいいや、めちゃめちゃ思います。あのはい 本当に、今野さんとか中心になってる人たちのその大林ンに行った時き、うんうん。あまたまた音声途切れちゃったかな。うん。一回ミュートにするといい<あ>あ出てたかな。 いやすごいそれはあの僕も思うところであの実際に行った今野さんが、まあ、中心にいる人たちの,あの人たちはその王林ン,ン自体の本質は、はいまあ、捉えてたんだろうなってのを思ってる一方でけどやっぱりそれがアウトプットに出た時に徒歩 OL になったっていう風な。 また途切れたかなうん。Mac <laughs> <laughs> は相性が良くないから。すいません。え、はい、聞こえたら大丈あ、聞こえた、はい、聞こえてます。はい。ああ、もう本当にすみません。いえ、大丈夫です。聞こえてます。あ、すみません、聞こえてますか、はい。はい。えっと、はい。えっ、ー、と、はい。で、あの、理解はしちゃんと 分かってはつアウトトプットが徒歩だったったていう徒歩を見てるとやっぱし規範的な体を作ろうというふうな、ん、まあすごい国の意図で <laughs> それはやっぱしルールの面でも、うん、あの昼飯を取るのは何分と決まっていないとか、うんうん、ルートもあのオリエンテーリングで言えばポイント形式じゃなくてルート、うんうんうん ライン O になってて、うん、この道から外れないとか、うん、そのルートを外れて自分たちで意思決定するみたいな面白さっていう風なところに、まあ、あの落ちていかなかったっていうふうなのは、うん、やっぱりそれがあの体育教育っていう風なことがこれまで日本で使われてた歴史の中でいた人たちの、うんまあ、言い方が難しいですが張った中の限界だったっていうのは、うん、まあそれはもう そうだなっていうのを感じていて、うん、それはすごくなんかもどかしさを自分自身も感じました時代の呪縛っていうのはすごく僕も感じますよねあの一番感じるのはやっぱりその、えー、少しでもこう何て言うのかなこうコンペティティブにしてしまうと多くの人が楽しめなくなってしまう。 っってていう呪縛がすごくあってだから、徒歩にしようとか、だから最初はあのタイムレースじゃないですよね、なんか標準タイムがあってみたいな、まさにラリー形式やってたりとか、みんなその、競わせるとみんな嫌になっちゃうに違いないって、まあ、多分その頃の人はそうかもしれないんですけどね、そんなふうに思いますが、はい、あの、国沢さんから長いチャットが入りました。はい 途方る最高時は8000人の参加があったそうですね、読売全国とか国際大会とかですね、えー、今、競技応援は1000人を超える参加者を集めることは難しい、一方で OMM はいまだ定常的に1000人を超える参加者を集めている、いわゆるナビゲーション最大のスポーツイベントはオリゲンテールがない、えー、普及でここ数十年できなかったことは今、外部によるイベントによってなさっている現状をどう分析しかすべきと考えるか、これ、浜口さん、いかがでしょうか。 <laughs> あそ,う <laughs> そうですね。<laughs> ちょっとごめんなさい、油断してました。<laughs> <laughs> えー、そうでけど、これ僕自身はなんか考えてて思ったのは、スポーツの歴史は50年で繰り返されるみたいなことが。うんあの ちょっとスポーツ図研究の教授の話とか聞いたときに言われていて、うん、まあ、それが今起こってることなんだろうなっていうのは思ってます。で、まあ、そのオリエンテーリングが最初の導入のときに、徒歩オリエンテーリングっていうような形で導入されて、まあ,あの、いわゆるハイキングだっていうふうな認識が、まあ、持たれてしまったっていうふうなことが、まあ、50年経ってやっと変わってきたていうようなことが。 まあ、一つ土台であったのかなというふうに思います。で、まあ、ある意味、わかんないです。これ、僕が言うことなんかわかんないんですけど、僕自身も OMM みたいなイベントっていうようなことは、まあ、発想ができなかったのは、まだ僕自身が、その、オリエンテーリング、ハイキングでしょって言われて、すごい悔しかった思いを持っている世代ではあるので、そこに勝つために、 どううしようってなった時はじゃあオリエンテーリングでなんかせ、まあまあ、オリエンテーリングの価値を高めようってすごい思っちゃうっていうふうな考え方になると何、うん、て言うんですかね新オリエンテーリングの今あるナビゲーションがこうこうこうすごいんだみたいなことを言ってもそ,それは世の中の文脈には乗らないかなっていうふうに いてそういう発想でやってたら、やってるとオリエンテーリングオリリエンテリンテーグで何をやろうかっていうふうに思わずに、<laughs> オリエンテーリングのために何ができるんだろうっていうふうなことに集中してしまうと、そういう OMM みたいなことは生まれてこないのかなと思いますが、けど逆に OMM が生まれているっていうのはすごいあの面白い事象だなって個人的には思って、その辺はまあそれを。 生んだ一つのきっかけに村越さんが関わっているっていうのもあの歴史オリエンティテに歴史オタクとしてはすごくあのなんか。 エポックな感じだなっるほどね。はい。あの、ちょっとだけ訂正しておくと、あの、OMM 日本導入に、まあ、一番関わったのは、今日も参加してます、田島理香さんですが、<laughs> あの、はい。あの、コメントは、うん、全くその通りかなと思うんですけど、あの、オリエンテーリングって、その、 まあ、ナビゲーションが根本にあるわけですけれども、じゃあそのナビゲーションをどういうシチュエーションでやるかっていうと、それはいろんなやり方があって、まあ、確かに徒歩ルもその一つではあっただろうし、まあ、OMM もそうだったわけですよね。で、オリエンテーニングってやっぱりバナキュラバナキュラっていうのは、その土着のスポーツだと思うんですよあの。北欧の環境でものすごくやりやすくて楽しいスポーツ。 だからそこから環境が離れるとなかなか楽しめない、日本のやぶ山楽しいですかっていうと、やっぱりそれはそんな楽しくないと。だから我々一方で、そのものすごくあの北欧に近いようなテレン、鬼神戸とかあの静岡の山麓とか、あるいは八ヶ岳とか探すわけですけれども、もう一方で、そんなに簡単にどこでもそれが得られるわけではないので、そうすると、まあ、日本の環境でやりやすい方にシフトしていっちゃう、これはもう環境を使うスポーツでやむをえないわけです。 でこれ全世界で起こっていることで、まあ、OMM なんてまさにイギリスですよね、イギリスだって、本当にオリエンテーニング楽しい山なんて、スコットランドの端の方とか行かないとないわけですから、そうすると、やっぱりどういうふうにしたら楽しめるかなっていうと、もともとイギリスが蓄積していた山岳の技術っていうものを組み合わせて、マウンテンマラソンになるわけです。 それから、まあ、地形が大雑把なオーストラリアに行くとロゲイニング、まあ、長い時間をやることで多少地形的にはアバウトでも楽しめるよね、今エンデュアランスの側面が楽しめるみたいに変容していくわけですよね。だからある意味そういう変容も含めてあの我々の社会とか環境に何が一番いいのかということも含めて考えていかなきゃいけないと。で一方でオリエンティングってやっぱり競技の規則が決まってるわけですし、そこにあのきちっと。 順応していくのが対応していくのが生徒的なオリエンテリングだということですから、まあ、それはそれで頂点としてあって、その周りにこういろいろなナビゲーションスポーツがあって、それがこう相互に行き合うような関係っていうのが僕は理想的じゃないかなというふうに思ってます。よくあの比喩で言うんですけど、3000m 障害をいきなりやろうっていう初心者いますかっていうと、まあいないと思うんですね。ジョギングをやろうっていう初心者はいくらでもいるでしょう。ジョギングで体力作りしてみようか。 その中で、少しずつあの興味を持っていやいやあ、あなたひょっとしたらそのジャンプ力もあるし、3000障害とかがいいかもしれないって言って、やるかもしれないけど、いきなりやる人はいないわけですよね。今の競技オリエンティングって、ある意味3000障害みたいに、かなり特殊ですごく精緻なスポーツになっているので、やっぱりいきなり始めることは難しい。そうなると、その周りにこう入り口になるような、あたくさんのまナビゲーションスポーツがあるっていうことが理想的なのかなっていうふうに。 思っていますはいこれはあの私が心の中で思ってる構想かなはいあまた出ましたね国沢さんはい <laughs>、うん、この辺は難しいですね <laughs> <laughs> 国沢さん自身がそう思われるということですか、<も>それともこれはたあの単にみんなに投げかけた質問なんでしょうか。けど、そうですね、ちょっと僕も思うことが、えー、っとこの論文を書いているときに、自分としてもあの今まで知らなかった歴史があったので、うんあの すごいこの歴史にフォーカスする中ではその後に起こったその競技に競技力の向上にすごい突き進んでいく時代っていうのを、うん、ある意味ちょっとそのまあ批判をする意味で書いていったっていうのは根底の一つのまあちょっと裏テーマとしては自分の中であってでその、まあ、ある意味 この場で村越その時代を担っていたのは村越さんだなとうん、うん、僕自身は思っていてでその村越さんが今その特に「この大和渓谷」とか、うん、あの読ませていただいてその競技をすごく突き詰めていった村越さん自身が その競技だけじゃなくて、ナビゲーションだったりとか、あのリスクマネジメントっていうふうな広い視野に、うん、広い視野広い,視野っていうか、社会の中での,あのオリエンテーティングっていう風な位置づけになっていってるっていう風なことがくその、ごめんなさい、村越さんを歴史という風な観点で見ると、すごい変化があ,のあるなというか、今の時代。 の村越さんだななっってててすごいい個人的に思っていてなんかそれともちょっとこの国沢さんが言ってることは近いのかなと思っていてもうやっぱし競技者だったらやはり競技が頂点っていうふうに思ってやっていかなければモチベーションも続かないと思いますしでそのために人生かけてると思うのでそういったことも思いつつけど一方で それ以外のところを切り捨ててしまうみたいな発想になるとあの、まあ、普及はされていないっていうふうなことになってくるっていうふうなこともあると思っていてなんかそういうことと絡めて村越さんがこの,あの国沢さんの問いにあの答えるとしたらなんかどんな言葉が聞てるのかなっていうことをちょっとご,ご質問させていただきたいんですけどどうですか、あのー ちょっと国沢さんの質問というよりは、今それに対するファモウズさんの話に対応すると思うんですけど、それがまさにさっき私が言ったことになると思うんですね。はい、あのつまり自分もその突き詰める中で技術の面白さっていうのは当然、まあ、面白さも苦労も。 当然あるわけですすけけれども、まあ、味わうわうで,すよ、ね、でその自分の中に当然蓄積もできるしでそれは単にそのエリート選手が使えるだけではなくて私は若い頃からかなり20代の半ばぐらいから合宿あの一般の人に対する合宿とかもあのトレインキャンプなんかもやって ているしまたその後30歳代、えーとえー、1990年代ですよねその頃まああのー、まあエリートの人たち当時あのランニング登山という本に影響されて里山とか、まあ、アルプスも含めて走りに行くというのをトレーニングの一環でやってたりするわけですよ。そうするとと山に行くとやっぱり自分たちが あのオリエンテヌやっっててきたすすごく役立つわけですよね道に当然迷わないし、うん、迷ってもすぐ復帰できるしそうするとこの技術ってあのもっと他の世界に還元できるんではないかなっていうふうに、まあ、思い始めたしでそれを伝えることがあの別にトップにいる人だけではなくていろんなこう普及の文脈にいる人あるいは他の、まあ、それこそ登山者に対してだって、まあ、彼らがすごく面白がって。 くれるとだから結局それはさっき言った私が言ってる車軸ですよねトップ選手とその初級者他のいろんな人たちをつなぐ軸として何があるかってやっぱり技術の本質だと思うんですよ、はい、だからそれをに気がついたっていうのが、まあ、やっぱりあの登山向け日本を書いて一番思ったことですかねだからそれ以降20年間ぐらいはやはりそれをこうじゃ 使ってトップ選手とこうそうじゃない人たちをまあ一つはねあのいろんなつなぎ方があると思うんですけれどもやっていくのがいいのかなっていうふうにまあなるほどですね。なんか技術オリエンテーリングの技術を深めていった先にそれと共通する世界が他にもあったというふうなことが。うん 見えてくるなんかそのスポーツを突き詰めると経営につながるみたいなこととかも <laughs> 時々言われたりすると思うんですけど、<ー>なんかそういうある世界を突き詰めていった中で見えてくる共通項っていうのを、うん、まあ生かしていくっていうふうな方向性も村越さんには、村越さんとしては気づかれて、今やられてるっていう分、ん、も、うん、ですね。 やっぱりそのオリエンティにやっぱに自分を普及とか多くの人に広げていかなきゃいけないと思うし、まあ、経営的な観点からお金も循環させなきゃいけないって思うときにやっぱりあのじゃあお金循環するって結局何が提供できますかって話ですよね。 あのこっちがお金提供してお金もらってもしょうがないわけでこっちが何かソフトを提供してあるいは何かこう価値のある商品を提供してそれに対してお金をもらうっていうことになるのでそうするとオリエンティングで何が価値があるものとして社会に提供できますかっていうとやはりそのナビゲーション技術とか、まあ、他にもいろいろあると思います大会運営能力とかもそうだしあとはあのリスクマネジメント的な発想なんていうのも実はそうなんじゃないかなと。 え思っているので、まあ、あのドライな言い方とすると、そういうものが <laughs> どうしたらこうあのお金とか普及につながるかなっていうふうに思うし、まあ、もうちょっとウェットに言うと、まあ、自分がそこあの、価値があるなと考えてきたものを、まあ、社会に提供していくということになるかなと思っています。<laughs> あ,ありがとうございますこの話、きっとあのこのまま続けていくとエントレスになるので <laughs>、よ <laughs> <laughs> うしやりますかって感じですけど、もし何か皆さんの方であれば、ちょっと、えー、お受けして、えー、5分ぐらいで、とりあえず1回締めにはしたいと思いますが、濱田さんの方でなんか全体的にもう1回何かありますかあそうですね、あの最後にちょっと思っていることなんですけど、あの 50年経ってオリエンテーリングの価値が再発見されてる時代なんじゃないかっていうふうなことをさっき投げさせていただいたんですけどなんかそれはすごく思っていてあの OMM とかで新しい人が入ってきたりだとかその登山の分脈で村越さんがナビゲーションだったりだとかあとまあ 田島さんとか小泉さんとかがオリエンテイリング講師をしていくとかそういったことでなんかオリエンテイリングの価値にもう世の中が気づき始めているっていうふうなことがあるのでなんかあんまそのなんですかねお,お金とか関係なく単純に今オリエンテイリングが楽しいなって思ったことをなんか周りの友達に紹介するみたいな感じでもすごい世の中 世の中の方が受け入れてくれる時代が来てるんだなっていう風に思っているのでなんかあんま肩肘張らずにこれ楽しいよねって言ってあの広げられる環境が整ってるっていうのがやっとこの5 すすごいい偉そうなこと言います50年間の中でやっと今来てるっていう風なタイミングだと思うのでなんか思いついたことがあの楽しいなって思ったことはやっていけばそれがすごい世の中の方で認められるチャンスがあるっていうのはすごいいい時代だなと思ってるのでなんか楽しいことをやっていきたいなって思いますしなんかそのすごい僕自身は若いあ僕と同世代とか若い人に聞いてほしいと思って。 Twitter とかでも見てたんですけど、なんかそういう風な時代になってるので、なんか今後、オリエンテーリング盛り上げ、そういう風な視点で、あの別に競技を楽しむのもそうですし、外に広げていけば受け入れる時代が来てるっていう風なことを思いながら、オリエンテーリングをやっていくと、もっと発展していくんじゃないかなっていうのが思っているところです。うん はいいありがとうございましたあのあ熱いメッセージを引用しながら、また浜内さん自身も熱いメッセージをいただきました、えー。チャットの方にも1つ入っておりますね。あのはい、古くからオリエンティンをされている方で、えー、教育関係にもあの造形の深い方ですが、三橋さん、はいまあ教育。学校教育で部活動との関わりということで、はい、書いていただいてますが。 確かにねあの今、中学、高校の部活動の大きなトピックとしては地域移行ということで,で、えー、例えば静岡の周りですと令和8年ぐらいでもう中大連は終わりと言っている市長さんもあるぐらいです、まあ、そういう中でねオリエンティーリン地域クラブ主導というのは、まあ、最近でこそ地域総合型地域スポーツクラブなんていってますけどそれをね50年以上前からやっているわけですからそういう点でも先進的なあの蓄積があるとうう思います。 あの浜口さんの方で非常にあのなんかこう未来に明るい未来というよりは何だろう,こうえ何かこう感じさせるものをいろいろお話をしていただきました、はいえー、そろそろ2時間近くなったので一応ここでえ締めたいと思います、えー、浜口さん本当に今日はどううもありがとございましたありがとうございました。 はい、えー、お聞きの皆様ありがとうございました。途中あの音声が途切れてて、えー、申し訳なかったですが、あの話全体は本当にはい、えー、楽しかったと思います、えー。皆さんもまたこれを新たにですね、今日が、えー、67年でしたっけ？67週、57年、ね、57周年ですね。はい、また58年目から新たな歴史を築いていければというふうに思います。えー、参加の皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。